アウトドア好きの皆さん、こんにちは。屋根屋のチーボーです。いや、なんかね、梅雨がこうようやく明けてきた感じがしますね。なんか週の後半からだいぶ暑くなってくると思いますんで、ようやく八重地に行けそうかな。予定しててもね、1週間後の予定とかを僕はあのウェザーニュースのね、有料会員になってるので、ね、1週間以上先のやつ見れたりするんだけど、ね、本当に3日前になってようやく分かるぐらいの感じなので、なんかね、予定立ててもね、崩れちゃうみたいなことがよくあったんだよな。なので、これ毎回言ってるとは思うんだけど、今しばらく動画の方お待ちください。ちょっと一本ね、ショート動画みたいなのをね、作って今準備はしているので、近々お知らせしますというか、一応僕もね、このショート動画とかもね、まあ中にはいいかなと、動画の更新頻度も大事かなとね、今更ながらですね、今更ながら思ってきまして、でまあいろいろこう細々とした企画も、なんか1本動画にするまではないんだけど、1分ぐらいだったらいいかなみたいな企画とかもね、ショート動画でこう出していこうかなとも思っていますんで、まあ今までより野営動画とかも出すんですが、まあ、中にちょっと面白いチャレンジだったり、まあ、コント的なものもね、あるかもしれませんけど、まあ、ショート動画でも、皆さんにね、お目見えできる、頻度も増やしていこうかなと思っていますので、で、一応ね、矢野屋の TikTok のアカウントだけ作っております。概要欄の方に載せておくね。一応、近々、ショート動画的なものをね、ポンポンポンとこう出す予定ではありますので、そこをぜひチェックしていただければと思います。野営動画に関してはね、何回言ったんだろうね、もうね。今しばらくお待ちください。まだ本気出してないんだからねっていうことで、はい。ということで、まあ雑談はこのくらいにして、メールの方をですね、読んでいきたいかなと思っております。はい、こんばんは、こんばんは、まるまるまるです。はい、ステッカーありがとうございました。送られてきた封筒が可愛いマスキングテープで留められていて、意外すぎて笑ってしまいました。言わないで、嫁のマスキングテープ一応借りてるとかって。はい、まあね、可愛いやつあったらいいじゃない。まあ毎回多分ね、マスキングテープが、色が異なったものがね、貼られてると思います。本当はね、裏で乗り付けできるんだけど、なんかね、厚み的にステッカー入れるときに、僕いつも段ボールを下敷きにしてるんです。じゃないとなんか輸送中とかにね、崩れるとちょっとあれじゃないですか。なんで僕の元に届いたアマゾンのやつとかをね、キャンプギア買ったアマゾンのあの後の段ボールとかをこうせっ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 と自分でサイズ測って切って、でそれをこう入れてるんだけど、それ入れてるとね、結構厚みが出ちゃって、後ろののり面だけでね、なんかうまく貼れないんですよね。なんで普通のマスキングテープか、普通のセロハンテープかでやってると思います。はい。どうでもいいね。封筒はまあ捨ててもいいんじゃないか。はい。私の今年の夏キャンプ、最近ロープワークにはまっているので、タープ泊をバージョンアップして、涼しくかっこよく決めたいと考えております。ちなみにロープの素材や長さなどを迷っているのですが、チーボーさんはどのようなガイロープをお使いですか？アサナは一択ですか？教えてください。前動画にもちょっとね、言ったはずなんだけどね、まあ一応なんか手芸屋みたいなところで買ってます。僕はガイロープっていうか紐ですね。その方が意外とね、長さ測り売りみたいなので、かなり長くてもそんなに値段かからずに買えたりするんで、アウトドアショップで売ってるなんかガイロープって若干高いじゃないですか。なのでそういうガイロープを使ってます。あとはまああれですね、いろんなタープを貼ったりとか、なんか柔軟性を持ちたいときっていうのは、まあ、朝縄かな。はい。ということで、ちょっとね、また鼻がぐしぐししてんだな。ちょっと前に飲みをしていて、朝また8時ぐらいまで飲んじゃってて、それが原因でね、また体調を僕崩したんだ。僕は寝込むようなね、熱が出たことっていうのはあんまりないっていうか、6年に1回ぐらいのペースでね、寝込むんですけど、それ以外はね、意外となんか無理しても平気なんだけど、今回ちょっと無理だったな。まあ最近キャンプに行ってないから、体がなんかちょっとやわになってたのかもしれないね。はい、行かないとダメだな。はい、ということで次、ペンネーム伊助さん、お久しぶりです。久しぶりの投稿になります。お久しぶりが2回。水星の魔女が終わってしまいましたね。終わったね。でもまだ僕は最終話だけ残してあるんだ。なんかタイミング合わなくてね、なんか
ここぞという気持ち良いタイミングで見ようかと思ってるよ。なのでネタバレ禁止だっていうと、ネタバレ投稿する人が出てくるから別にいいよ。はい、私は全体を通して楽しめました。最終話見た後、チーボーさんを思い出したので投稿しました。やっぱ 見てるね、伊助さんね。うん。僕はあの水星の魔女のことをなんか動画にしたときに、何を言ってるのか、チーボーが何を言ってるのか、僕はアニメを見てないのでよくわかりませんがって伊助さん言ってたね。うん。完全に嘘でしたな。うん。結局見ていたんだと。まあ、先日八重に行った際、久しぶりに熊に遭遇しました。最近なんか多いね、リスナーさん、クマに遭遇すること。大丈夫かな。幸いある程度の距離で先に気づけたのでセーフです。私はクマスプレーとクマよけの鈴は装備していますが、ベアキャニスターの導入も検討中です。ベアキャニスターを日本で使っている人ってあまり見たことがないんですが、チーボーさんは持っていますか？クマと遭遇したことはありますか？お聞かせください。ベアキャニスター、一瞬なんかニベアって読もうとした。これは知らないんだな、僕は。どういうやつなんだろう、ちょっと調べてみよう。ベアキャニスターね。多分あんまり聞いたことある人少ないんじゃないかな。ベアキャニスター。うん。あれ？ベアキャニスターに一致するニュースは、あ、ニュースで調べてた。そりゃそうだな。あ、うん。まるで巨大ナルゲン。アレンジ無限の最強ボックス、クマ缶がキャンプでなんちゃらかんちゃら。あー、匂いがあるものをこの中に入れて匂いが出なくするみたいなね、ことか。はあ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 、あー、そういうやつなのね。いや、僕は使ってないかな。なんかだいぶすごい、なんだ、ヒグマとか超でかいクマが出るところ、北海道だったり、なんかアメリカだったり、なんかわかんないけど、そこら辺でしか使われてるイメージがないかな、こういうの。なんか、まあ、画像でも そんな感じだし、アメリカならではのアイテムだって。うん。いや、使ったことないね、さすがに。でもなんかちょっと覚えておいて損はないかも。僕が使ってるのはね、あれですね、あの煙玉かな。うん。なんか漁師さん曰く、あの山のね、あの 銃で撃つ漁師さんの方は言ってたのは、火薬が苦手らしいんですね、クマってね。なんで火薬を焚くっていうことはやってますけど、まあヒグマとかは出ないんでね、そんなにクマよけっていうのは僕はあんまやってないんだな。まあ、たまに危ないこともあると思うんだけど、一回上高地でね、後ろ姿を子グマだけど見たことはありますよ。うん、そんぐらいかな。なんであんまり僕はクマがね、怖い怖いっていうイメージはないんだけど、そのうち遭遇したらなんか悲鳴上げてる動画で逃げ回ってる動画が上がってくるかもしれないので、その時はね、許してください。はい、ということで次ですね。どうもこんばんちーぼー、また新しい挨拶が、こんばんちーぼー。佐賀でブッシュクラフトフィールド種まふたみつせを運営しているハジ、41歳です。お、41歳か。予想ではチーボーは36歳です。いや、残念。僕は33歳でした。まあ、あんま変わらんか。先週の放送でダイエットの話題が出ていましたが、結論3通りしか方法はないと思います。摂取を減らす、消費を増やす、その両方。チーボーはどんな作戦で挑みますか？そうだね。気にしない。うん。最近あんまり気にしてないんだ、ダイエットをね。気にしない、これ以上に最強のダイエットないよ。うん、ダイエットを気にしない。うん、暑さを忘れればみたいなね、話わかんないけど。いやね、僕もやろうとしてたんだ、だけどね、あの僕、あのあれに、アブローラーにはまっていてですね、腹筋ローラーですよ、あのこうやるやつ、こうね、やるやつ、あれにはまっていて、で、よし、これから始めるぞっつって、アブローラーで腹筋でバキバキだっつって、なんか昔結構その使ってたんでね、結構効果があることは明白だったんですよ。結構全身運動なんてするんでね、とても良いんですけど、それをやろうとして、で、健康アプリみたいなのを入れて、管理、カロリーの管理とかしてやろうとした矢先に僕肩を壊しまして、数ヶ月前の話なんだけど。で、肩壊したらアブローラなんかできないのよ。
でちょっと今ねこう上げるのも少しだけこう若干痛いんですけど、まあ少しねあのいろいろリハビリして良くなった節もあるんだけど、ちょっとまだ違和感が残ってるのね。でダイエットやろう、アブローラーやろうってこうやった時にやっぱその矢先にそれなっちゃったから、もうなんかシューンってなっちゃって、もうなんか意気消沈しちゃってですね、それ以来ちょっとあんまダイエットのことを考えたくないっていうね、やんなきゃいけないっていうのは分かってるんです。だから少しだけ最近ね、少しだけあのリハビリも兼ねて、腹筋あと腕立てをお風呂上がりじゃない、お風呂入る前にやるようにしてますけど、ね、諦める、気にしない、どうでしょうか、全く参考にならないよねあのうーん、好きで言うんだったら、そうだな、摂取を減らすっていうのはちょっとあんま僕ね向いてないなと思ったんだよね。結構料理が好きで食うのも好きだから、だから消費を増やすかな、どっちかというと好きなのは、なので頑張んなきゃね、もう夏なんだけどね。まあ別になんか海とかに行って見せびらかすほどのあれがしないからいいんだけど、山の中一人こもってるだけだからね。はい、ということで次、ラジオネーム今町会議さん、いつも動画楽しく見ています。夏キャンプでやりたいことの話でしたが、私がやりたいと思うことは足に皮をつけて涼みながらビール飲んでぼーっとすることです。そのうち日暮らしが鳴いてくるとなんとも懐かしい気持ちになってきますということですね。うん、いや僕と一緒ですね。いやー本当ね、夏キャンプの醍醐味ですね。あの足は冷やしていいんだけど、お腹だけ冷やさないように気をつけて。はい、野営地で下痢になるとね結構大変なんでね。はい、次ですね、ペンネームガイロープ足りてるおじさんを昇格したな、ガイロープが足りなかったおじさんが足りてますってね今ね、チーボーさん、こんにちは、こんにちは。ドンキホーテドフラミンゴと同じ年の41歳。お、そうなの、ドフラミンゴって41歳なんだ。知らなかった。もうちょっと若く見えるよね。30ぐらいなのかなと思っちゃってた。そうなんだ。ドフラミンゴって41歳。動けるおっさんだね、彼はね、はい。履いてるパンツのゴムはゆるゆる。大阪の散髪屋のおっちゃんです。前回の続きですが、ダイソーの550円商品の耐荷重20キロのカートをしょいこにカスタムしました。カスタムの後半あたりでは家の中に転がってるものを思いつきでどんどん付け足していく感じになったので、色の統一感もへったくれもない感じになってしまいましたが、最初に想定していたような感じになんとなくなったっぽいので一旦カスタム終了にしました。チーボーさんがおっしゃってたように耐荷重は参考程度に、参考値程度に考えるのはいいかと思います。20キロギリギリ限界まで、荷積みに挑戦したかったのですが、僕のカスタムのスキルが及んでいないからかもしれませんが、17キロ半ほど荷積みした段階でちょっと嫌な予感がしたので荷積みチャレンジはここで終了となりました。写真添付させていただきますね。バックソーもそのうち作ってみたいですと、お写真出しとこうか。 dsc_0186.jpg お、あ、いいじゃないですか。全然色味統一されてる感じはするけどね。かっこいい。あら、なんかもうちょっといろいろつけられそうな感じはしますが、このあれかな、タイヤのこのキャスターの部分が耐荷重20キロって感じなのかな。うん、それだと厳しいね。おお、背面金箔紙みたいな感じでね、このね、縛られたら気持ちいいみたいなね、金箔紙みたいな感じのロープの使い方されてますが、これで嫁さんも夜縛られてるのかな。うん、でも背中ちょっと痛そうだね。でもどうなんだろう、スポンジとかついてんのかな。でも悪くないね。なんかこの家の中にあるものをいろいろカスタムしてたりね。この背面にあるやつはなんだ、ガスコンロの鉄か、そんなわけねえかガスコンロのさ、鉄のあのやつあるじゃん、コンロのやつそんなわけないね。まあでもなんか悪くないですね。そうかそうか、こういうカスタマイズができるのね。いろいろなもので止めてらっしゃる。なんかコロコロつけたといいですね。
結構電車でキャンプ行く時とかなんかずっとしょったり下ろしたりするのがめんどくさいみたいなね時あるので、僕息子と行く時公共交通機関使うので、はい、バック走もじゃあそのうち作ってみてください。ありがとうございます。いいね、カスタム、こういうカスタムもね、なんかいろいろ僕も考えてみようかな。はい、次ペンネーム村村さん、お疲れ様です。お疲れ様です。夏ですね。夏キャンプとなるとファミキャンしか思いつかないですが、タープ下でセミの音を聞きながら食べるそうめん、キンキンに冷えたビール、汗だくで虫を取る子供たち、朝テントの外から聞こえる大量の蚊の葉音、それはやだ、夜焚き火に突撃してくる虫たち、汗かきながらの焚き火、すいません、やっぱり自分夏苦手でした。そうだよね、どんどんなんかネガティブになっていってたもんね。10月後半くらいの枯れ葉をザクザク踏みしめて山を歩くあの感じが大好きです。夏場やややキャンプをする YouTuber の皆さんや、暑い暑いと言いながらおばちゃんグループでキャンプに出かけるうちの奥さんを見送りながら、すげえ体力だなと思う昨日の出来事でした。以上、最近の報告でした。簡潔に。うん、いいね。そうか、夏苦手か。うん、僕も苦手ですよ。特にこの葉の葉のじゃねえ、蚊の葉音、これはやだね。うん、そうだね。まあキンキンに冷えたビールはいいじゃない。うん、そんぐらいだね、大体ね。はい、ということでありがとうございます。うん、次ですね、こんばんは、こんばんは、チーボーさん、いつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。ナチュラルキャンプです。チーボーさんにぜひおすすめしたい商品がありましてので、お試しに飲んでみてはいかがでしょうか。画像も貼り付けます。カッコ、なんだこのカッコ、わら、怖いな。ポン、見たことある気がするけどあんま気にしてなかった。チーボーの乳酸菌ソーダ、やばいねこれね。あったかな、こういうのね。これ画像合成じゃないよね。あったね、チーボーの乳酸菌ソーダ。へえ、これちょっとでもあれだね、これセクハラに使えそうだね、僕がやったらね。これさみたいな、暑いから飲みなよっつってさ、チーボーの乳酸菌ソーダだよっつってさ、チーボーの乳酸菌だよっつってハグダクしとるやないみたいな。あとダメだ、これはバンされるぞ。うん、クソフェミがやってくるぞ。あーね、ね、でも乳酸菌ってさ、なんかわかんない、人には人の乳酸菌みたいなさあるじゃん。誰か誰か今名前ど忘れした、なんとか青いじゃない、青い優、あんまり僕ね芸能人詳しくないんでわかんないけど、人には人の乳酸菌って、あれなんか実は人のなんか大腸菌、まあいわゆる人のうんうんこからできてるやつらしいですよ。うん、本当かどうか知りませんけど、なのでこれももしかしたらチーボーの乳酸菌かもしれませんので、皆さんお気をつけて。いや、そんなことはないか。うん、伊藤園さんすいません、そんなことはありませんでした。うん、飲んでみます。はい、これ以上言うとなんかちょっと大変なことになりそうなのでやめとこうかな。はい、チーボーさんこんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは、ラーパです。ついに初ガチアヘイをしました。おお、おめでとうございます。ラーパさん童貞卒業ですね。素晴らしい。童貞なのか処女なのかは分かりませんが、はい、携帯の電波が全く届かないところなので、火を起こすまでは音楽を聴きながらコーヒーを飲んでぼーっとして川を眺めていました。私のキャンプ野営でおすすめのアーティストは、うん、読めない。僕ね、その洋楽のアーティスト名とかね含めてね、あんまり人の名前覚えられないんだよね。だこれ大丈夫かな、ケイトリン・スミスかな。うん、アルバムスーパーノバ、スーパーノバってのはなんかちょっとどっかで聞いたことあるな、タイトルだけ、なんだろう、をよく聞いて癒されています。あれかな、なんか SF のあれかな、なんだっけ、青いなんか女性が歌ってるやつだっけ、違うか、全くわからんわ、すいません。
ちょっと後で聞いてみます。以前にチーウォーさんもキャンプ野営でおすすめの曲を紹介されていましたが、ヤナラジリスナーさんはキャンプ野営中に曲を聴かれますでしょうか。皆さんのおすすめ曲を教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします、ということですね。お、リスナーさんに聞かれてますよ、うん、皆さんにね聞かれてます。じゃあ次回なんかおすすめ曲、まあキャンプじゃなくてもいいけど、なんかこれいいよみたいなね、ラーパさんにおすすめの曲があったら、ぜひあのメールの最後にでも書いていただければ僕はここで紹介しますんで、いいじゃないね。こうやってこうリスナーさん同士で連帯してね、いろいろ助け合ってやっていきましょう。はい、次ですね、マッティさん、こんにちは。こんにちは。毎回メールを送られせて、ちょっと待って、僕の滑舌が悪いのか。いや違うな、毎回メールを送られさん送られせていただいているためか。マッティアウト。うん、そうだね、メールを送らさせていただいているためかですね。うん、出すねってさ似たようなもんだな僕も。こんにちまで、うん、打つと、こんにち、ん、こんにまで打つと予測でこんにちぼうと出てくるようになってて、一人でニヤニヤしてました。はい、前回は人生相談に回答してくださりありがとうございました。疲れている時は認めてあげて自分を大切にしたいと思います。ちぼうさんがよく言ってるまあいいやをお借りしますね。うん、まあいいやってよく言ってんのな。いや自分の口癖って自分でわからない節あるよね。うん、確かに僕はよく言ってるのは確かになんだよ確かに、うん、これは自分でも分かってるんだけどね、まあいいやってよく言ってるんだね。あんまり分かんないね自分の口癖っていうの。夏キャンプにしたいこと、僕からも一つ、いろいろ頭をひねって考えましたが、最終的に自分で選んだビールを飲むに着地しました。結局かい、ひねってそれが僕と一緒なんだけど、もう個人的なおすすめはキリンの東京ホワイトです。ほう、飲んでみよう。いいお値段するので1本しか買えませんが、キャンプという特別な日はこれを1本目にするのがマイ文化化しています。うまいビールが好きなチーボーさん、うん、視聴者の方にも同士がいたらいいな、いや多分高確率でいる。蒸し暑い夏は蒸し蒸し夏ちょっとマティさん頼むよ蒸し蒸し暑い夏はアウトドア避けがちですが、一杯目のビールは他のどの季節でも勝てない特別感ありますよね。うん、それは間違いないね確かに。うん、いや一杯目のビールはね高いもので限ります。誰かが言ってました、あのビールは一杯目しかうまくないと、2杯目3杯目以降は酔っ払うと何でもいいんだっていう風に誰かが言ってたので、それは確かにと僕は思って、僕も1杯目にうまいビールを飲むようにできるだけしてます。はい、そんな感じですね。いやありがとうございます。はい、そんな感じで今日のメールのコーナーでございました。まあだいぶね、もういい時間ではあると思うんですが、まあ今日の話題としては何にしようかなとこういろいろ悩んでいたわけですね。僕は風邪をひきながら、はい、あの寝床にこうずっとねこうバッタンキューしながらですよ、うん、風邪ひいとるなとか思いながら、でも全く関係ないことを言おうと、僕のキャンプでやる、体調を管理する方法みたいなのも考えたんですけど、うん、あでもそうね、それもいいね、話題変えようかな。いや違うな、うん、今日はとりあえずあの直火ですね、直火の良さについてねちょっとお話ししていこうかなと。夏キャンプの体調管理とか、まあキャンプの体調管理的な話はまた次でやるかもねうん、なぜかボツにしちゃってたんだけど、あの熱でうなされてたかもしれないね、全然いいよね、うん、まあ今日はとりあえず直火の良さについてちょっとお話ししたいかなと思っていますが、
直火で処理がめんどくさいとかあるので、なかなかこう敬遠される方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、僕はね結構直火好きなんですよね、うん、まあなぜかっていうのをちょっとねポンポンポンとお話しして、まあ皆さんと共感できるところは共感していただいて、なんかまあでもそれを差し引いてもちょっとめんどくさいなって思う方は、まあ、それはそれでいいかなと思うんですが、ちょっとね、僕のもう直火焚き火のいいところっていうのをね、ちょっと上げていこうかなと今日は思っております。はい、じゃあまずですね、直火の焚き火いいところ、まあこれ一番はですね、やっぱりこの自由度が高いところですかね、うん、やっぱ焚き火台だとやっぱその焚き火のね台の形が決まっているので、まあ、そこからある程度はみ出すことはできたにしても、なんかやっぱりこの自由な火の扱いというかっていうのは結構難しい部分があったりとかして、まあ、焚き火って要はその薪のくべ方によってかなりね火の形っていうのを変えられるじゃないですか、うん、でそれによってやっぱ自分の見たい火の形にどんどん変えていくみたいな楽しさとかもねありますよね。そういうのがやっぱその自由度が高い、うん、あとはそのまあ僕は野営をしてるからっていうのもあると思うんだけど、やっぱその地形だったりとか、薪もねいつもまあ乾燥した薪が取れるわけでもなく、杉の、まあ薪燃えやすいものから、まあ、広葉樹の燃えにくいもの、あとは濡れているものだったりとか、まあ細々としたものしかない、もしくはでかい丸太しかないとかね、うん、まあそれは割ればいいんだけど、まあ、そういうふうにこうキャンプ場だとやっぱそのある程度買って、やるので、まあ、買ったものは結構もう出来上がってるじゃないですか、薪としてね完成されてるんですけど、まあちょっと焚き火でね育てていかなきゃいけないみたいなところもあるわけですよ。やっぱりあの八重地の焚き火っていうのは現地で使うものなので、ね、現地であの落ちてるものを使わなきゃいけないので、うん、なんでそういうところにやっぱ対応しようとすると、やっぱその焚き火の形で、いろいろスター型とかね矢倉型とか、まあ、並列型とかねいろいろあると思うんですけど、そういうものでやっぱ対応していかないとなかなか火を起こすのが難しいというところがあります。なので僕はその自由度が高い、火の形とかも自由度も高いし、薪の状態に合わせてやっぱ直火っていうのがこうやっぱ一番いいんですよね。なんかわざわざまあ野営行っても、まあ、わざわざこう直火する必要ないじゃんとか焚き火台持ってけばいいじゃんっていう人も中にいると思うんだけど、やっぱその直火っていうのはそれなりにこうメリットがあるっちゃあるんです、うん、なので僕はやっぱちょっと直火が好きだなっていう感じなんですよね。で、まあその直火がこう例えば環境負荷がどうのとかダメージがどうのみたいな話に関してはまたちょっと別の機会でというか、まあ今までも何回か語ってはいるんですけど、まあ、そこら辺についてはちょっと今日はさておきということでやらせていただきますね、うん、まあ、気になる方はね、なんか昔出した炭問題の話だったりとか、なんか1個前か2個前ぐらいのね矢野ラジとかでもなんかそういう話してたと思いますんで、まあ、そういうのを見ていただければと思いますが、うん、まあその一つ目はやっぱりその自由な形で、本当適応能力が高いですよと、うん、本当に大自然すべてがねこう焚き火台に使えるいろんなものになったりとかするので、まあ、それを工夫しながら、風向きとかもそうだし、なんかうまいこと火を起こすにはどうすればいいのか、この湿った地面で火を起こすにはどうすればいいのかっていうようなブッシュクラフト的な楽しさ、あのサバイバル的なね工夫をするっていう楽しさっていうのがやっぱりその直火の醍醐味の多分ここがもう正直一番だと思うんですよね、うん、まず最初結論から言っちゃいますけど、それがやっぱ一番ですと、まあ、皆さんもそこはちょっと共感していただけるところがあるんじゃないかなというふうに思います。まあそこに全部こう内包された形にはなってるんですけど、あのやっぱあとはその焚き火料理っていうのが楽しいっていうことですね、その焚き火もその直火じゃないとできない料理っていうのはもちろんあったりするんですよね。もちろん火がある、熱源があるんだったら、それはどんな料理でも別にできはすると思うんです。焚き火台でもね。だけど、直接その焚き火台にそのバーベキューとかをやっちゃうと、すぐ焚き火台がね、あのサビサビになっちゃったりとか、そういうこともまあ中にもありますし、あとはその、なんだろうな、石を直接焼いて、その焼き石の上にあのステーキを置くとか、そういう調理法とかっていうのはやっぱ直火じゃないと、まあ、焚き火台によってはでっかい焚き火台使えばできるかもしれないけど、まあ、野営地でやるのにはあんまりでっかいものを持ち込めなかったりするので、あの火を
起こして石を焼いてその上で何かを焼くとか、まあ、そういうこともしかり、あとはそうだな、なんだろうな、まあ、普通にトライポット立てれば焚き火台でも飯盒とかはねできると思うんだけど、やっぱその直接なんか置いてとか、直接あと焼き芋とかね、焼き芋とかもまあ焚き火台でもできるかまあそこ行っちゃったらなんかおしまいよって感じなんだけど、でもやっぱその焚き火台っていうのはそれはちょっとね話変わってデメリットの部分になっちゃうんだけど、デメリットの部分というか、野営地に焚き火台持ってくのっていうのはやっぱかさばるとか、場所の問題でうまくできないとかっていうのがあったりとかして、だからそこの上ではやっぱりいろんな料理っていうのがやっぱ幅が広がって、いろんなことができるんですよね。別に鉄板を置こうと思えば石を重ねて鉄板も置けるし、まあ、焚き火台でもできるんだけど何でもできるっていう形ですね。なので焚き火料理を、のレパートリーが広がるというかね、そういう部分っていうのがあります。ちょっと炉を分けてね、半分は炭火とかね、ちょっと広く取っていけばそういう風に使い分けとかっていうのもできますし、まあ、火力調整もねやっぱそのある程度広さがあるというか大きさが保てるので、やっぱちっちゃい焚き火台だと火力調節っていうのはなかなか難しかったりするんですけど、でも広くそこで できるっていうことになると、地面でできるっていうことになると炭をちょっと分けて、置き火の部分をちょっと分けてね、低火力でこっちは何かスープを作るでも、で高火力の部分で焼肉を焼くとかね、そういう、まあ、使い分け、炉の使い分けっていうのもできるし、まあ、大火力でやっぱチャーハンとかね、まあ、そういうのも、焼けますよと、いうことですね。まあ、そこら辺の、まあ、調理のしやすさとか、レパートリーの広がりみたいなのっていうのは一個あるのかなと思います。あとはまあそうだね、3つ目としては、まあ、料理もそうなんだけど、やっぱりその火力調節する上で、なんていうかな、暖かいですよね。焚き火台ももちろん暖かいと思いますよ。焚き火台で焚き火やってるのでも焚き火の暑さとか暖かさは来ると思うんだけど、やっぱそのブッシュクラフトとか野営をやってると、やっぱ地面もねある程度この暖かくできるっていうことが結構メインだったりするんですよ。でそこにリフレクターを立てたりとか、焚き火台にリフレクター立てても同じような効果がもちろん得られるかもしれないんだけど、まあ、地面とかその周りにある石とかがね温められることによって、こう全体がぼやっとこう温まってくるっていうのが、まあ、冬場、夏場はちょっと暑いっちゃ暑いんだけど、焚き火台の方がいいなって思う時もあるんだけど、だけど冬場だとやっぱそういうなんか場全体を温めてくれるというかね、その自分のサイトっていうか自分が座ってる場所だったり寝袋を敷く場所の近くでやると、かなりその周りの温度が上がるので、なんかそこら辺で暖を取るにはやっぱ直火がいいのかなっていうふうに思いますね。そこら辺はかなりあります。あとはなんかもちろんねこれ処理はめんどくさい、炭の処理とかはね後でちゃんと片付けなきゃいけないっていうとこもあるはあるんですけど、やっぱその僕はねどっちかというとね焚き火台をなんか処理したりとか洗ったりとかする方がなんかちょっとめんどくさい感じがあるんですよね。なんでかって言ったら、なんでなんだろうななんでなんだろうなって話が完全に腰が折れちゃうんだけど、まあでもなんか土いじりするのって楽しいじゃない、まあ、子供みたいな感覚なんだけど、そういう感覚でなんか焚き火の片付けができるんですよね。キャンプギアを触る、焚き火台を触る心地よさっていうのもあるのかもしれないけど、どっちかというと僕はその石をちゃんとどけてそこを整地して、元あったように跡が見えないようにしっかりとこう砂をかけたりとか、そこに水たまりを作ってね、そこをなんか温泉だとか言いながらこう自分で手をこう手でほじくり返してね、たまにあっちみたいなね、まだ火ついとるがみたいな、そういう感じでやったりとか、なんかそういう土遊び水遊びとか含めて、なんかそこ砂場で遊んでるような感じなんですよね。ああなんかこんだけ水かけたのに、あ石があったけえなみたいな、焼き石だなみたいなので、で最後にちょっとこうね、冬場とか特に水をかけた後にそこにしばらく手をつけてね、あったけーみたいなとか、足湯みたいな感じでね、あいいねーみたいな感じで、ちょっと軽い温泉みたいな感じでね、楽しむっていうことも僕やったりはしますんで、そういうなんかね土遊びとか石を
使った遊びとか、そういう自然をなんかに触れてる感覚、まあ、それはもちろん設営をその焚き火の炉を作ってる時点でもそうだけど、なんかちゃんとそこで触れ合ってなんかガシャンガシャンとやるんじゃなくて直火でこうやるみたいなねこともやっぱとても好きだと、うん、でもちろん今回話してるこの話っていうのは直火が、まあ、ある程度できるっていうところでね、やってみていただきたいなっていうことを前提としております。なので焚き火が焚き火台使ってねって言われてる場所だったりとか焚き火台ないとダメっていうところのキャンプ場とかの方多いと思うので、そこでなんか無理やりやるってことはやめてください。まあ多分ヤノラジ聞いてる人でそういうことやる人いないと思うんだけど、一応ね自己防衛のために僕も言ってきますよ、うん、まあそんな感じで、焚き火直火の良さっていうことはそんな感じかな、うん、でなんか多分もうちょっとね掘れば出てくると思うんだけど、今んとこなんかそんな感じかな、うん、そうね、まあ火の形はいったし、まあでもその環境が許せばですけど、やっぱその火をかなり大きくね、キャンプファイヤー的な感じで炊いても、まあ、その後ちゃんと処理さえしっかりしたりとか、まあ炊いてる時のね風向きだったりとか、今日はどのくらい乾燥してるのかなとか、あとはそうだな水をちゃんと用意しておくとか、そういう安全対策とかも含めて、やった上であれば、なんかこう人数がねいる時にちょっと大きめの火を、じゃあ料理終わったので炊いてみようかとかね、そういういろんな楽しみ方もできると、うん、でやっぱまああと見た目的にかっこいいですよね、うん、なんか僕は本当の大分の片田舎でずっと畑には焚き火があって、常におじいちゃんがなんかね野菜くず野菜とかの葉っぱとかを入れて、落ち葉とか入れて焼き芋があったりとか、ずっとなんか煙がもくもく出てるみたいなね、その焚き火ピットがあってずっとそこで直火をやってきて、本当にちっちゃい頃、3、4歳ぐらいの時からずっとそこで焚き火と遊んできたね人間だったりするので、どうしてもなんか焚き火台の方が僕としては新しいんですよね。なんかキャンプ始めたての人ってまずは焚き火台から使う人も多いと思うんですけど、僕の場合はもう焚き火の方がずっと馴染みのある兄弟みたいなものだったりするので、まあ、そこまで僕も焚き火がめっちゃうまいとかじゃないんだけど、でもまあ親しみっていうのはあると思いますんで、まあ結構ねお年を召された方とかだとそういう人も多いだろうし、まあ僕のようにね田舎育ちの人はどっちかというと直火の方に慣れ親しんでるっていうことも多いと思いますんで、そういう見た目的なね、こともあります。ただ僕は焚き火台がなんか嫌だっていう風に言ってるわけじゃなくて、焚き火台は焚き火台でいいことはたくさんありますよね。まあその処理っていうの部分において効率が良かったりとか、あとはまあその場所によって、さっきも言ったようにここは野営地でもあるんですよ。電話して野営していいですかって言ったら、全然いいですけど、まあ、自己責任と、あと焚き火台は使ってくださいねみたいなね、ことも自治体によっては結構あったりとかするので、まあ、そういう時は焚き火台を使ったりとか、うん、まあ、そういうこともありますね。あとはかなりその、なんていうかな、河川のテントで近くで焚き火やりたいんだけど、その場所を選びに困った時とかは焚き火台の方はスッとこう移動できたりとかね、することもあると思いますんで、そういういろんな良さはあるので、別に僕も焚き火台欲しいと思ってます今ねでも実は、うん、今焚き火台すごい選んでるんですよおすすめあったら教えてください。野営者向けとかこれいいよみたいなねあったらね、ちょっとチェックしておきますんでなんか全く話が別方向に変わっちゃったけど、でもまあ焚き火台今ちょっとね、前使ってたやつがねちょっと壊れちゃったんですよね。なんで新しい焚き火台欲しいなとか、ちょっとリーズナブルなね、1万円超えてもいいけど1万円以下ぐらいのなんかあったらいいなみたいなね、感じで思ってたりしますんで、なんかちょっとお力添えくださいなんか焚き火台これいいよ厨房みたいなね、あこれ厨房に合ってるなみたいなのがあったら、ぜひリンク貼り付けでも名前だけでもいいですし、なんかメールでもね、送ってきていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということでまあうん、こんぐらいにしようかな今日ははい、そんな感じで、今日は直火の良さ、僕が思う直火の良さっていうのをちょっとね何個か語らせていただきました。まあ焚き火台しか使ったことないよっていう人も中には聞かれてるかもしれないんですが、まあもし野営に踏み出してね、直火ができる場所があったとしたら、ぜひ直火もちょっと一回チャレンジしてみてください。うん、
でも焼けた石とかはすごいずっと熱かったりとか、炭がかなり中の方までくすぶってると残していくと危なかったりとかするので、しっかり水につけてね、処理する安全対策を講じるっていうことだけはね、忘れずにやっていただければと思いますが、直火いいですよ。はい、という感じですね。はい、ということでそろそろ、メールの抽選コーナーに行ってみようかな。はい、もうだいたい2回目の人がね多い感じになってますが、今日もまた2回目でも当たってもよろしいだろう。うん、ね、ロゴの別のステッカーもね用意しなきゃなと思ってたりするんですけど、はい、梅雨はちょっとね僕は頭が重いんでね、なかなかちょっと手がつけられない今日この頃でございます。はい、今ピコンって言ったのはあれですね、画面録画の音です。はい、はい、ではウェブルーレットをスタートしようかな。今町会議さん、ハジさん、イスケさん、まるさん、マッティさん、ラーパさん、ナチュラルキャンプさん、ムラムラさん、サンパティアのちゃんさん、ではルーレットスタート。さあ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 、今日は誰かのてれーん、おハジさんですね。おめでとうございます。はい、ブッシュクラフトフィールドを、ね、運営中のハジさんでございますが、なんかもしよければね、ぜひ配っていただくとかね、ブッシュクラフトフィールドにね飾っていただけるといいんじゃないかなと思います。なんかそのうちね、なんかそういうまあフィールド運営されてる方も何人かね見てらっしゃると思いますんで、行きたい ね、遠征したいね、なんかイベントでも企画しましょうか、なんかね、わかりませんが、なんかご提案があればいつでもなんかお待ちしておりますので、うん、ちょっと相談してください。僕もちょっといろいろね、全国回りたいなとか、まあ回りたいっていうのも、ただなんかイベントでとかっていう話じゃなくて、なんか普通に旅したいなって最近思ったりとかしてますんで、なかなかね、スーパーカブというか、僕のハンターカブは 125cc なので高速に乗れないから、あんまり遠いところには行きづらいんですが、まあ新幹線使って迎え来てもらうとか、甘えてるね、すっごい甘えてるね、まあそれもいいでしょうまあなんかこれどうしても来てほしいとかね、何かがあればお声掛けいただければと思います。はい、ということでですね、矢野ラジではお腹落ちた、矢野ラジ防水ステッカーですね、こちら皆さんにお配りしております。はい、アウトドア専用防水ステッカーですね。宛先はこちらまで、いつもの、矢野屋ラジオ @gmail.com まで、送ってきていただければと思います。懸命に矢野ラジつけてね、ご相談でも、チャンネルの感想でも何でもいいので、ぜひ送ってきていただけると嬉しいです。あとさっきのあれね、曲とか、うん、キャンプで聴きたい曲みたいなのがあったら送ってきていただけると嬉しいです。はい、そんな感じで今日は、うん、なんかそうだね、だいぶこなれてきた感があるのか、時間が経ったことがね忘れてしまうんですよね。今収録からだいぶ経っているんですけど、最初の時にこれメールを読む前ぐらいのねとこまで僕言ってたんですけど、録音してないことに気づいて、ああみたいなね、たまにあります、うん、あ、録音忘れてたみたいなね、うん、あとカメラ録画ボタンを忘れてたみたいな、どっちか忘れてて、ああまた最初からやーみたいなね時もまあ中にはあるんですが、まあ、そういうドタバタしながらも矢野ラジ、だいぶやってきましたね。はい、これからもよろしくお願いします。ということで今回矢野屋のちぼがお届けさせていただきました。ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。